スバファローズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低め、初球打ち、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。先頭バッターを、バッターは2番に入っている菊池。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー松本、そしてキャッチャーは田口。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。初球空振り。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インコースまっすぐ。空振り三振。まず一つアウトを取りました。バッターは3番の丸。ワンアウトランナー一塁です。さあまず1球目。まずは見送り。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。スライダーを投げてきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。2アウトになりました。バッターは4番ソト。2アウトランナー1塁です。インサイド落ちました。取って3アウトです。が守備につきます。柳田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ゴール。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。打ちました。いい当たりだ。伸びていくライト見よ。いや、インサイド。バッターは2番に入っている吉田。バファローズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね。理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ストライク。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは1球目。切れていきます。ファウル。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。3番バッター中村。ワンアウトランナーありません。ファウルになります。まあ、今のは仕留められてしまったという感じじゃないですかね。そのようですね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには指名打者の大谷。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。そうですね。外へのボールは入りません。打った。高い打球。ライトが追いかける。追いかける。力のある。引っ張った。レフトに上がった。ここは打ち上げています。レフト掴んで2アウト。打順は6番田淵。2アウトになっています。打ちました。ツーロス。わずかに左に切れました。ファールボール。ワンストライクです。体に近いところ。中間に上がった。ここはフライになっています。丸が抑え、ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックス8対バファローズリードで迎える最終回です。これが初球。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは DH 宮崎。松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ引っ張った。サード取った。2アウトになりました。バッターは7番に入っている甲斐。2アウトランナーありません。この回の松本2球でアウト。
あっという間にツーアウトです。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。インコース詰まりました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリ。